RK3001V は、ウィルコム向けに供給された、強セラ製、PHS 端末である。ユーザーにより、K ポンという愛称が付けられた。RK3002V は、RK3001V からカメラ機能を取り除き、リモートロックリモート消去機能を追加し、若干のデザイン変更をしたものである。Air e のコーモ参照日本国内で発売された、携帯電話、 PHS としては初めてウェブブラウザにオペラを搭載しており、主に携帯電話用としてコンアクテイルで記述されたウェブページに加え、通常の HTML で記述された PC 向けのウェブページも表示することができる。またオペラは JavaScript をサポートしており、それを利用したブックマークレットスケジューラーなどの簡易アプリケーションや自作着歌作成ツールまでもが、 有志の手により開発された。他にも無数のウェブメッセンジャーの利用も可能となっている。こうした情報をまとめた、K ポンの本などの本が数社から出版されている。さらに、パケット計画制の料金コースを選択した場合は、端末上でのウェブ閲覧、E メール送受信だけでなく、PC などに端末を接続しての通信も、別途プロバイダの接続量が必要だが同じく、使い放題になるため、 他キャリアのパケット定額制に比べ料金面で優位に立っている。携帯でパソコンのサイトが定額で閲覧できるという今までにないコンセプトと PC との高い親和性がコアなユーザーたちの人気を白紙、発売後数ヶ月間にわたって品薄の状態が続くなど PHS としては異例のヒット商品となった。他キャリアの携帯電話における フルブラウザ機能を導入の火付け役でもある。発表後、1年半近くにわたって、DDI ポケット音声端末のフラグシップ機だったが、後継機種のリリースに伴い製造終了となった。当機種の直接の後継機種としては2005年11月の WX300K が該当する。2012年に実施された、ガードバンド移行後の帯域にも利用できる端末である。ことから、 2016年現在も使用可能だが、社マイナス2には対応していないため、端末本体のブラウザ利用時の暗号化サイトには順次接続できなくなっている。RK3001V 詳細は、K ポンを参照、K ポンという愛称は、もともとにチャンネルの携帯版で生まれたものである。初のエルヘフォーンである RJ3001V、3002V 300には、エアーエッジフォンがなまった。 アジポンという俗称があった。そして、K ポンとは、京セラ製のエアーエッジ本、すなわち京セラアジポンを意味している。当初は、もちろん一部ユーザー間で使われる因語だったが、やがて、K ポンの本など、市販の書籍でも使用されるようになり、ついには DDI ポケットでも配布用の小冊子にも使われる、純公式的な愛称となった。2005年4月に、K ポンは、 京セラにより商標登録が出願された。理由として他社によりこの愛称が商標登録されることを防ぐ意味合いがあると説明しており、京セラはこれまで通り愛称を自由にユーザーが使ってほしいとしている。r k 3 0 0 1トには製造された当時の社名によりデザインに若干の差異がある。テンキーのフォントはホワイトとそれ以外で違ったものを使っている。 強セラ製品情報は計3 0 0ボルト、リモートロック機能強セラ、K ポンを、商標登録出願から携帯ウォッチ2005年8月24日。ありがとうございます。